さあ、一番屋上まで来たけど、ここどこだ？え？わあ、実は大きな町に来るのは初めてなんだ。すっごい明かり、すっごい人の数。ここのせ、ん？この世界にいる人のほとんどがここに住んでいるのかな。かわいい。綺麗だな、普通に。いい街並みだね。さあ、先を急ぐよ、でも。早くボタンを見つけないといけない。エレベーターのボタンを。金庫の中にエレベーターのボタンがあるのかな？ミーの村とは全然違う。あの村はとても小さくて、おっきな平原に囲まれてるんだって。確かになんか、麦畑がすごかったもんね。見えた見た。村で一番高い建物でもたったの2階建て。学校だよね、多分2階建てだったの。おそらくだけど。まあ、役所って可能性もあるのか。なんか2階の部分にデカデカと時計が外側に飾ってあったから、外壁に。ん？どうした？町はどうなの？どんなとこに住んでるの？町かな？さすがに、こん中だと。こんな感じの？ああ、町に住むなんて想像できないな。きっと楽しいだろうね。あとちょっと怖そう。でも景色はいいよね。村もいいと思うけどな。村の景色結構いいと思うけどね。言うて。やっぱり自然がいっぱいなのもいいと思うぞ。ちょっと下降りようか。え？戻ってきた？あれ？これなんだ？これなんだったっけ？ホッチキス、テープ。電源の復旧ができてないからな。ちょっと難しいね。左側行こうか。お、この下はモヤモヤってなってる。今回は最上階からの入室。さっきも最上階だったんかな。うわぁ、なんか似たようなタイプだ。あ、内側から鍵がかかってる。あ、じゃあここはいけないんだ。あ、よかった。こっちはループ感ないから。まだよし。鍵。あ、ここ開いてそう。赤色は何？侵入者か？おー、通報しなくてはならない。不審な行動をスキャン中。不審な行動はゼロ。電源が切れちゃうてるんだよね。これさ、あれ？左に道あるな。あとこれも気になる。風景が。抽象画。こっちはないんだ。え、この部屋何のためにある？待て待て待て。一応ね、椅子までチェックして、何もないことを確認し、ないよな、やれること。出るか。あ、下にも行ける。あ、なんかあるよ。土？鉢植え。いや、さすがにここに水は使わないよな。これなんだ？あ、石鹸が出てくるディスペンサーか。ハサミがある。ハサミ？なんか使うとこあったか？ハサミなんて。今のところまだないよね。ん？ハサミでこれ切るとかないよな。さすがにないよね。よし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 。ハサミ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 。家族写真。あ、全部家族写真かな。こんにちは。わかった。ピンクの花。これ花の色関係ある？もしかして。ペンギンのぬいぐるみ。
Hello. びっくりした。Hello. って言ってきたから、マジガチで今ビビった。ペンギンの声とは思いたくないよな。低いボイスだったから。びっくりしちゃった。まずい。1と0がたくさんある。カード遊びをしている 4.0 ロボットね。また怒られる。あ、ゲームで遊べるんだ。じゃんけん。設定めんどくせえ。私の両親はね、いつも家にいないの。でも気にしてないわ、慣れっこだもの。それに CWT 第2世代ユニット 4E が相手をしてくれているから、たまに変な話し方をするけれど、別にいいの。だんだん学習してきているし。頑張ればいつかこの子を声優化できるかもしれない。出た。ミーはその意味をまだ誰からも教わってない。ロボット関連の単語。どうやって説明したらいいのかわかんないけれど。これは電源が切れたまんまと。Hello. ノーヒント？ノーヒントだね、完全に今のところ。てか、部屋めちゃめちゃあるじゃん。あ、リンリンタイムだ。この植物何かに噛まれたみたい。こいつだな。めぇ。京都から引っ越したばかりでなと。あの町中は、あそことは全然違う。いたことあるよ。緑で溢れてる。あ、早く帰りたい。ご近所さんから元気を出すと植物をいただいたんだが。あはー、なるほどね。全部食われちまったんだ。別意に。この本は何だ？都市生活未来について。でもやはり、やはり、ノーヒント？この辺何なんだろうな。ルンバがいる、ルンバが、ルンバが。ルンバ、ルンバ、ルンバ。乗りたい衝動を抑えるんだって。ああ、パソコン全部ついてないんだよな。これだよな、問題は。パソコンがついてさえいてくれれば、僕は、何らかのヒントをもらったりすることはできるんだけども。お、あ、喫茶店に来た、また。マジかよ。ボタン作れちまったか？そういう、普通にあのコーヒー缶を選択するだけのつもりだったのに、ハサミがもともと選択されてたから、うまく組み合わせるのかなみたいな感じで。なんか結果的にできてしまった。いや、こんばんは。お前救世主か？いいスカーフしてるなと。ママが作ってくれたんだって。ママに会えるといいね。てか会えると思うけど、会わせてあげたいね。なんか食べ物がいっぱいあるよ。食べ物がいっぱいある。食べ物がいっぱいある。磁石、磁石。あー、もしかしてエレベーターに今のこのボタンかっこはてなだとあれだから、これとこれ組み合わせるんじゃないか。そうするとボタンがエレベーターにくっつくと、時期を帯びたボタンになったと。でもこれだけじゃ足りない気がするけどな。まだまだ足りない気がする。あれ、花が一個消えてんの、なんで。こんにちは。わお、すごいな。こんばんは。植物がたくさんあるね。何でも聞いてくれと。あ、土、ここでもらえるの。袋ごと持ってくる。ありがとう。嬉しい。ああ、これでお姉さん、ああ、やったー。お姉さんを生まれまた育てられる。帰るの長いな、道が。ちょっと僕の中の優先事項はエレベーターよりも先にやっぱ植物お姉さんを復活させることだから、
先にそっち行きたいな。これさえできればもうわりかし、ほんとどうにでもなれって感じはあるな。あ、てかさ、今左さ、今の道左側、そこが抜けてて渡れないんだけど、もしかしてここで植物のお姉さん復活させてツタで渡れるようにしてくれたりするんかな。わかんないけど。はい、で、この水の管で水管で育てていく。なんかいる？これだけでいいと思うけどな。これがやりようがなくないか。これだけでいいのかな、ハテナって言ってるってことは、なんかこれだけで良くない何かがあるのか、足りない何か。あと光ぐらいだよね今。太陽、太陽っていうか電球を使おうと思ったけど使用できなかったから、多分今んとこやれることはここまでかなと思うんだけどな。ちょっと左下の道のりから見てみます。あー、でも先にボタンやるか。ボタンがバラバラになったと。よくやったあ、待って、よくやった。あれ、あれじゃない、え、なんでドア蹴ってんの。なになになに、めちゃめちゃ肉体派じゃん。一旦左下行こうか。確か右上のとこにセロテープがあったんだよね。セロテープ使うんじゃないか多分、ボタンだったものに。あ、寝れる、いいよ、お昼寝しな。じゃあまたゲーム落ちるな。ちゃんと落ちたあー、美味しそう、ホットケーキ美味しそう、ホットケーキ食べたい、もう今食べたいめちゃめちゃ美味しそういいなー、かわいい、かわいい、美味しいね、美味しいね、幸せそうだ。抹茶って、また夢を見た。ママがいたよ、見えたって、見えたよ。パンケーキ作って、うん、美味しそうだったね。あー、そうだったんだ。誕生日 にはみんな一番好きな食べ物がもらえるでしょ。へえ、まあうちもそうだったな。でも我が家もそういうシステムでしたね。なんか誕生日の前の日 2,3 日前ぐらいに誕生日の何食べたいみたいな感じのこと聞かれてリクエストができるシステムでしたね、うちは。みんなはどうかわかんないけど我が家はそうだった。だから一番好きな食べ物を言って作ってもらってた。神様には誕生日あるよ、あるよ。一番好きな食べ物なんだろうな。僕ね、好きな食べ物多すぎて一番がマジで決められないんだけど、なんだろうな。きんぴらごぼうとか好きだしな。なんだろうな。カレーライスも好きだし、マジで好きなものばっかりだ。音楽マジでいいな、曲いいな、結構好き。パンケーキは好きだよ、めっちゃ好きだよ。はい、みーも去年の誕生日なんて10個も食べちゃって、そこまでじゃないかな僕はママが作るパンケーキは最高だよ、いいな、僕も食べてー。すごく美味しい麺料理を作るご近所さんも、あ、そっちも気になる。それにパンをたくさん作る、わ、それも気になる、食べたーい。ご近所さんに、あ、でも、食べ物を分け与えるようなご近所さんはいない。いいな。ご近所さん、ママと交代しながら、毎日村に、村にいる人全員の食べ物、そうなんだ、すごいな。他のみんなで交代して雑用とか小さい子のお世話もしてるよ。でもほんと村って感じするね。なんか、僕のなんか、イメージしてる村はそんなイメージある。集落かな、どっちかというと。みんなに会いたいね。
最後に会ったのいつだろう、心配してるかな。あ、役に立てるといえばそろそろ行かなくちゃということで、ボタンを探してくるねみたいなことを言って、放置しているわけですね、今のところ。